アイザック・バッツスターティンファイブの選手たちが越谷の選手たち入ってきてまいります。昇格請負人の菰田拓也、さらにはパワフルなドライブが持ち味ラキーム・ジャクソンと。落ちて7ボールです。おっと一気にドライブで、これラキーム・ジャクソン、キンスです。大塚ドライブで、大塚ドライブレイアップ決めた。奈良が連続ポイント序盤の出だしです。さあ長谷川智信、お決めた。決めたと話していた木村でした。この正丸のショットは落ちて、裏を狙ってアイザック・バッツ、これが通る、決めた。この畠山、一気にこれがアイザック・バッツに通ってチームが出てきた。このスクリーンを使っていこうというところから、ラキム・ジャクソン、落合がつく、オールフェンスリバウンド、ショーマラダンクショット。長谷川智也下げて、飯田がここにいた、飯田決めた。ハイポストでショーマラです。ショーマラショットを決めた。ブラッキンズの激しいプレッシャーを受けながらですが、受けてドライブで入っていこうかというところ、少しブラッキンズと重なるような形になったが、菰田ここも一気に加速する、バウンドパスラキム・ジャクソン、少し合わなかったがこれを決めて、エドワード対して田村が激しくつく、前からディフェンス、菰田ドライブで入る、菰田自らレイアップを放って決めた。今のも自ら狙っていきました菰田。バンビジャスも前からの守備に対して、これハイポスト落合、長谷川智信ついて振り向きざまショット決まった、エドワン。ラキーム、ここも一気にインサイド入って決めます。ヒンクル、ヒンクル3狙う、おー決めた。さあ2点差です越谷。2分を切った残り時間、ブラッキンズここはパワフル、少しタイミングが合わなかったが、ただキープをしている大塚決めた。さらに使いながら残りが3秒、そして試合終了です。さあバンビシャスなら